こんにちは、バーテンダーのナオスです。今日は講師オリジナル、この子を紹介したいと思います。この子、僕ウイスキーが好きだよという方には非常に不向きかもしれません。ストレートやロックで飲むとスピリッツ感が非常に強く感じ、ウイスキー特有のタルコやバニラコ、そしてチョコレート感はなかなか感じ取れません。しかし一点だけこの子の長所なんですけども、ハイボールにした時非常にキリッとして料理に合わせやすいのが特徴的です。1本700円台で買えるというコスパの良さ、そこを考えたらデイリーでお食事をしながら楽しむウイスキーとしてはありなのではないかと思います。この子を出かけるのは山梨県甲州市にあります株式会社サンフーズさん。2014年からウイスキー作りを始めましたが、それまではみりんやスピリッツ、そしてワインなどを取り扱っていました。おそらくこの短期間を考えると原酒は海外調達だと思われます。同じ価格帯であればブラックニッカの方がいいかなと思ってしまうところが正直なところなのですが、食事と一緒に楽しむハイボールと考えたらこの子の方が合わせやすいかもしれません。度数は37度、気になった方ぜひご賞味ください。それでは今日はウイスキー講師オリジナル飲んでみたいと思います。まずは香り、スピリッツ感強いな。ウイスキーって言われればウイスキーだけど微妙かもしれない。カラメル感はあるけど、どうだろう。そして味、うん、うまい。この子は工業都市の工場で働くアンドロイドの男の子。根はとても優しく、人にとても近いんだけれども、残念ながらそこまでは至れない。そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、講師オリジナルお分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。それでは間もなく開店いたしますので、今日はここまで。また見てね。